やあ、クロマティ、皆さんこんにちは、犬科のゴジラです。今回は、先日ショート動画の方で報告したんですけど、洗濯契約書で獲得したクロマティ選手を使っていきたいと思います。でね、ショート動画の方でも僕ちょっと言わせていただいたんですけど、ちょっとね、この段といえば多分世間一般的に前田さんがね、一番花があるのかなと思うんですけど、ちょっと僕の周りにね、どうしても前田さんしかね勝たんと思い込みたい人がいるみたいなので、ちょっと僕がクロマティ選手取らなかったこと後悔させてやろうと思います。クロマティ選手がいないプロスピエースなんて、マックに行ってエビフィレを頼んだのにエビが入ってないみたいなもんですからね。ではね、早速、守備の方はね、ほとんど使わないかもしれないんですけど、ちょっとクロマティ選手の方にね、打球が飛んだらちょっと使っていこうかなと思います。クロマティはね、ライゾラでもない、アーティストでもない、ただの何もないパワーヒなんですよ。ただいいとこというのは広角なぐらいで、あと取り柄何なのか、守備も別にいいわけでもないし、肩も別にいいわけでもないし、色も黒いし、何がいいのって、まあ思う人は思うんでしょうね。アーティスト撮ってたら勝てるわけでもないしね。ということで、ちょっとね、クロマティ、僕はプロ野球にいる時に見たことはないけども、クロマティ選手の愛を、何にもクロマティのこと知らないけど、愛をちょっと今回の動画で伝えていこう。あー、目すったと思ってます。クロマティに飛べ。とりあえず1番岡本と、岡本で2番クロマティ。でまあね、ちょっと岡本の恐ろしさ、二度ともう対戦できないくらい心に刻んでやりたいと思います。俺山本由伸マジ嫌いなんだよな、千賀との次ぐらい。打ちました、抑えてワンアウト。こちらってしれっとミスしまいます。スピード高い、スピード高い、あっさー、今抜けたな、合格ないんですね。なんでそんな下入る、なんか打てないなんか打てない。まあ巨人人生のねいいところ、じゃあちょっと守備の間だけ紹介していきましょう。で巨人のいいところっていうのはね、守備が意外とうまいんですよね。おーい、おいおいおい、あんまそういうのやると俺長野社長になるで、知らないうちに。おい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 、会社でなんとかダメだよって言わなきゃダメになるんでね、ちょっとあんまおいおい言わせないでもらっていいですか。あれ、長野社長の特許なんで知らんけど。ああ、エセ巨人ジュースやめてくんないかな。エセ巨人ジュースって俺の先輩特許だと思ってたのよ。ダメか、オッケー、ナイス。政治危ない、ちょ A ランクの政治さん待ちください。盛大にこきり回ったんで、ちょっと1試合目ほとんどカットしてるかもしれないですけど、2試合目の方やっていきたいと思います。この千賀さん、なんで引っ張るの今日は。おい、岡本何も見てないやん。ビップ死んじゃやん。岡本打線の合間にこの東郷さん取ってるんで、いやあクロマティー、5試合目の方やっていきたいと思います。どんどん打率が下がっていく。俺に大事なのは打撃だけだとね、岡本さんが申しております。これいつのですか、いつ川さん、え、去年カットボール強いやつ、カーズマー、いりません。縫い目まで見えている今の俺には。すると抜けろ、そうです、これが一番の仕事。やっとクロマティにチャンスできた。ここ、いやー、出しまくり、出したがりだな。いやー、いい、マジでここいける。クロマティ、クロマティ、クロマティー。いやー、もう前田の前田刑事、前田刑事の選択の取り間違いとは言わせないよ。前田、あ、前田智則だ、確か。前田さん失礼しました、前田智則さんですね、きっと。絶対ここ打っちゃうな。バントしよう。俺には撮影時間がかかっているんだ。バントだ、これ。別に勝ちたくてバントするわけじゃない。そこはごめん。よしよしよし。できればクロマティで決めた。よしよし。
ったー、一番いい一番いい場面で来たわ。大丈夫です。本当にここは文句なしですね。ここで打ってなんぼのクロマティ。クロマティー完璧なオーズンドで前田さん取ったあなた。本当にクロマティじゃなくてよかったの？岡本クロマティー動画撮り終わったら打つやん、お前ら